レイモンド・ソーントン・チャンドラーはアメリカ合衆国シカゴ生まれの小説家で脚本家。1932年44歳の時代恐慌の影響で石油会社での職を失い推理小説を書き始めた。最初の短編、脅迫者は打たないは1933年、ブラックマスクという有名なバルプマガジンに掲載された。諸女長編は1939年の 大いなる眠りである。長編小説は7作品だけで、他は中、短編であるが、チャンドラーの長編はほとんど先に書いた中編が元になっている。プレイバック以外の長編はいずれも映画化されている。死の直前にアメリカ探偵作家クラブ会長に選ばれた。1959年3月26日、カリフォルニア州ラホヤで死去。チャンドラーの文体は、 アメリカ大衆文学に大きな影響を及ぼし、ダシール・ハメットやジェームズ・エイム・ケインといった他のブラック・マスク氏の作家とともにハードボイルド探偵小説を生み出したとされている。彼が生み出した主人公フィリップ・マーローはハメットのサム・スペードと共にハードボイルド系、私立探偵の代名詞とされている。ハンフリー・ボガートが映画で両者とも演じているが、 チャンドラー自身はマーローに一番近い俳優として、ケイリー・グラントを挙げている。チャンドラーの長編小説の一部は文学作品として重要とされており、特に、大いなる眠り、長いお別れの3作品は、傑作とされることが多い。あるアメリカ犯罪小説のアンソロジーでは、長いお別れについて、主流文学の中にミステリーの要素を取り入れた作品。ただし、 その一番目は20年以上前に出版されたハメットのガラスの鍵であると評している。1888年、イリノイ州シカゴで生まれたが、幼少期は両親とおばとおじといとこと共に、ネブラスカ州プラッツマスで過ごした。父はアルコール中毒の土木技師で鉄道建設に従事していたが、1895年に家族を捨てて去った。1900年、 母はチャンドラーに最高の教育を受けさせるためイギリスのロンドンに引っ越した。そこで母方の祖母のもとに身を寄せ、アイルランドのウォーターホードで弁護士として成功していたクエーカーのおじの支援を受けた。P.G. ウッドハウスやセシル・スコット・フォレスターといった出身者のいるパブリックスクールダリッジ・カレッジで教育を受けた。当時、イギリスのカレッジには2つのクラスがあった。 現代クラスと古典クラスである。チャンドラーは現代クラスの最上級まで進んでから古典クラスの一番下の学年に移りそちらでも最上級まで終了した。夏休みにはウォーターォードで母方の親族と共に過ごした。17歳で学校を離れた。大学には進学せずにパリやミュンヘンで6ヶ月ずつ過ごし、語学力を磨いた。1907年。 おじによって、公務員試験を受けさせられることとなり、イギリスに帰化し、試験には600人中3番で合格。イギリス海軍本部で職を得て、そこで6ヶ月ほど働いた。最初の死をこの頃出版している。なお、アメリカの市民権を得たのは1956年のことである。公務員が性に合わず間もなく退職して、家族を驚かせ、おじは激怒した。 チャンドラーは、ブルームズベリーにて生活をはじめ、アカデミーや、ウェストミンスターガゼットの記者となった。ウェストミンスターガゼットの編集をしていた、J.A. スペンダーがチャンドラーに何らかの関心を示した、最初の編集者であった。スペンダーは、チャンドラーの詩やスケッチを買った。風刺的な内容のものであった。チャンドラーに、スペンダーを紹介したのは、ローランド・ポンソンビー・ B. ブレナーハセットという、 王廷弁護士でアイルランドの王子主でもあった。ブレナー・ハセットはチャンドラーをナショナル・リベラル・クラブに入れて読書室に出入りできるようにした。記事の執筆で週に3ギニーほどいていた。また、チャンドラーはアカデミーに多くの書評を書いた。書評を書く斐のある本を当てが割れることはほとんどなかった。彼にとっていくらか価値のあったのはジェフリー・ファーノルの 広いハイウェイだけであった。エリノア・アグリンの書評も執筆した。アカデミーでの担当編集者は、ハンジのセシル・カウパーという人物であった。カウパーは、アカデミーをアルフレッド・ダグラス卿から引き継いでおり、1910年から1916年まで同志の編集者であった。アカデミーの編集スタッフは、中年の婦人記者と、ビズデリーという名の男であった。このビズデリーの兄は、 オバリー夫人の翻訳をアメリカで出版したためには挨拶容疑で罪に問われた人物であったというロマン主義の詩を書き続けていたチャンドラーは後にこの頃について幸福ではなかったと述べている1912年23歳の頃にウォーターフォードのおじから500ポンドを借り利子をつけて返すことを約束安定した職を求めアメリカに向かい おばとおじを訪ねた後サンフランシスコに落ち着き、そこで母規を学ぶ。同年末には母を呼び寄せた。1913年、ロサンゼルスに向かう。道中テニスラケットの弦を張る仕事や、果樹園での収穫の仕事などをして金を貯めた。ロサンゼルスに着くと、ザ・ロサンゼルス・クレマリーに就職。1914年、カナディアン・ゴードン・ハイランダースに入隊。 ブリティッシュコロンビアのビクトリアに送られて訓練を受けた。カナダ軍に志願したのは扶養家族の手当をもらえたからで彼はその金を母親に送った。第一次世界大戦が勃発しアメリカが参戦するとフランスに出生、小隊長になった。1918年にはイギリス空軍に配属された。終戦時には創世紀のイギリス空軍で飛行訓練を受けていた。 女体になると母と共にカリフォルニアに戻った。1919年にカリフォルニアに到着。アンズ農園で働いたり、スポーツ用品の会社で働いたりした。独学で墓器を学んだ。彼は3年の墓器のコースを6週間で済ませた。休戦が成立するとカナダ経由でロサンゼルスに戻り、間もなく一緒に入隊したゴードン・パスカルのまま母で18歳年上の シシーと恋愛関係となった。シシーは1920年に離婚したが、チャンドラーの母は、その関係に反対し、結婚を認めなかった。4年間そのような状態が続いたが、1923年9月26日に、母が亡くなり、1924年2月6日には、シシーと結婚。妻は、ニューヨークの生まれで、クラレンスデーの母が出た一家と、 親類関係にあった。1922年からダブニー・ WE、オイル・シンジケートという石油会社で簿記係兼監査役として雇われ、1931年には副社長にまで上り詰めたが、飲酒が過ぎること、常習的な欠勤、女性従業員との不倫などが原因で翌年には解雇された。最終的には6つの石油会社の役員になった。 大強行で経済的に苦しかったため、チャンドラーは文筆の潜在的才能で成計を立てようと決め、ES ガードナーのペリー・メイスンものからパルプマガジンの小説の書き方を独学で学んだ。1933年にハードボイルド探偵小説の洋欄であったアメリカのパルプマガジン、ブラックマスクに18000語の中編、脅迫者は打たないが掲載され、デビューする。 脅迫者は歌内の執筆には5ヶ月費やした。1939年発表の諸女長編、大いなる眠りで、初登場したフィリップ・マーローは、ハードボイルド派の中で最も有名な探偵と言える。大いなる眠りの執筆には3ヶ月かけた。1950年、イギリスでのハンモト・ハミッシュ・ハミルトンへの手紙で、なぜ、パルプマガジンを読むようになり、さらに書くようになったかを説明している。 パシフィックコーストを自動車で行き来していたとき、安くて捨てても惜しくないパルプマガジンを読むようになった。女性向け雑誌を読む趣味は全くないのでね。それはブラックマスク氏の黄金時代で、そやな面もあるものの、その書きっぷりはかなり力強く正直だと気づいた。そして、小説の書き方を学んで同時に小遣いを稼ぐというのは良い方法かもしれないと思いついた。 5ヶ月かけて1万8000語の中編を書き上げ、それを180ドルで売った。それからもかなり不安な時期を過ごしたが、私は決して振り返らず前進した。2作目の長編、さらば愛しき女よはそれぞれ別の脚本でサンド映画化された。1944年の欲望の果てでは、リック・パウエルがマーローを演じた。チャンドラー自身も脚本を依頼されるようになる。 ビリー・ワイルダーと共同で脚本を書いた深夜の告白はジェームズ・エム・ケインの売学保険が原作だった。このフィルムノワールの古典はアカデミー賞脚本賞にノミネートされた。チャンドラーの単独書き下ろし脚本としては青い旋律がある。プロデューサーのジョン・ハウスマンによればチャンドラーは結末部分を完成させることができず酒を飲ませてくれたら完成させると約束し、 ハウスマンがそれに同意したという。この脚本でもアカデミー賞にノミネートされた。アルフレッド・ヒッチコックの見知らぬ乗客でも脚本に参加している。パトリシア・ハイ・スミスの同名の小説が原作だが、チャンドラーはバカバカしいストーリーと原作を酷評していた。この映画の脚色の際にヒッチコックと衝突し、ヒッチコックをしばしばあのデブ野郎と本人に聞こえるように言っていた。 ヒッチコックは花をつまみながら、チャンドラーの走行脚本を撮影所のゴミ箱に投げ入れたという。しかし、最終的には、チャンドラーの名前が脚本として残っている。1946年、サンディエゴにほど近い海岸沿いのカリフォルニア州、ラホヤに引っ越す。妻シシーは、慢性器官支援で、体が衰弱しており、チャンドラーは、家事をする合間に執筆していた。 長いお別れを書いた。1954年12月12日に妻を亡くして、非常に塞ぎ込むようになり、酒に溺れ体調を崩したが、周囲の熱心な支えもあり、1958年にプレイバックで復帰する。プレイバックは、ユニバーサルピクチャーズのために書いた脚本が元になっている。さらに、翌1959年、 プードル・スプリングス物語の執筆に取りかかるも、冒頭の第4章まで書いたところでなくなった。同作は1989年、著名なハードボイルド作家であり、チャンドラーの熱心なファンでもあったロバート・ B ・パーカーが、遺族の承諾を得た上で、続きを執筆し完成させた。パーカーは他に、大いなる眠りの続編、夢を見るかもしれないパーチャンス・ツードリームも書いている。 チャンドラーによるマーローを主人公とする最後の短編は1957年、ゴロのザッペンシルで、日本語ではマーロー最後の事件となっている。HBO は1983年から1986年にかけてフィリップ・マーロー、プライベート・デテクティブというドラマシリーズを放送しており、マーロー最後の事件も1エピソードの原作として使われた。1954年、 妻シ,シーが長い闘病の末、亡くなった。昇進で酒に溺れたチャンドラーは、仮装した遺骨の埋葬を怠り、その骨壺は、墓地の貯蔵用ロッカーに57年間放置されていた。シ,シーの死後、寂しさから、うつ病の傾向が悪化し、長い間飲酒し続け、執筆の質も量も低下した。1955年2月には、自殺未遂している。 ジュディス・フリーマンは、ザ・ロング・エンブレース、レイモンド・チャンドラーザ・ウーマン・エイチ・ラブドで、それが、助けを求める叫び声だとし、その証拠に彼は事前に警察に自殺するつもりだと、電話していたとしている。チャンドラーの私生活と、作家生活は、付き合った女性たちに助けられ、同時に複雑化した。例えば、ヘルガ・グリーン、ジーン・フラカッセ、ソニア・オーエル、ナターシャ・スペンダーがいる。 特に最後の二人はチャンドラーが潜在的同性愛者だったと証言している。イングランドでの休養後、ニューヨーク病院に入院し、ラホヤに戻った。1959年3月26日、ハイマシ血管ショックと人埋性尿毒症で亡くなった。チャンドラーの6万ドルの遺産は、フラカッセが遺書が直筆かどうかで訴訟を起こしたものの、ヘルガ・グリーンが相続することで決着した。 彼は、サンディエゴの墓地に埋葬された。フランク・マクシェームの書いた電気ザ・ライフ・オブ・レーモンド、チャンドラーによれば、チャンドラーは、シシーの隣に埋葬されることを望んでいたという。しかし、実のところシシーは、墓に埋葬されておらず、遺書にも埋葬について、全く指示を記していなかったため、サンディエゴの墓地に埋葬されることになった。2010年、チャンドラー研究者、ローレン・ラッテッカーは、 弁護士、アイサウェームの助力を得て、シシーの遺骨をチャンドラーの隣に埋葬する請願を出した。2010年9月、カリフォルニア高等裁判所は、その請願を認める裁定を下した。2011年のバレンタインデー、シシーの遺体が移され、チャンドラーの墓の隣に埋葬された。その式典には100人ほどの人々が参列した。新たな共有の墓石には、 大いなる眠りの一節デッドメインアレヘビアーザンブロークンハーツが刻まれている。ジーン・フラカッセが置いた当初の破壊しも側に置いてある。短編集とラブル・イズ・マイ・ビジネスの序文でチャンドラーは探偵小説の決まりきった枠について考察し、パルプマガジンがそれ以前の探偵小説とどう違うのかを考察している。標準的探偵小説の感情的基盤は、 常に殺人が発覚し、正義がなされるということだった。技術的基盤は、大断円へと向かうこと以外は、相対的に重視されないということだった。それによって、探偵小説を書くということは、多少なりとも、通り一辺の作業となっていた。大断円が全てを正当化する。一方、ブラックマスク型のストーリーの技術的基盤は、プロットよりシーンを重視するという点で、 その意味で良いプロットとは良いシーンの連なりでできているものである。理想的なミステリーとは読んでいって結末が読めないものであろう。我々がそれを書くとき映画制作者と同様の観点に立っている。私が初めてハリウッドに行ったとき非常に賢いプロデューサーから推理小説を元にして成功する映画を作ることはできないと言われた。なぜなら最も重要な暴露の瞬間が映画では ほんの数秒しかかからず、観客が帽子に手を伸ばしていたら見逃すだろうというのである。彼は間違っていたが、それは間違った種類のミステリーを考えていたためだった。また、パルプマガジンの編集者が要求する方に従う、際のパルプ作家の苦心を説明している。私が自分の書いた作品を振り返ったとき、それがもっと良いものなら良かったのにと思わないでは、いられない。しかし、 それがもっと良いものだったなら、出版されなかったかもしれない。型枠がもっと柔軟なものだったら、当時の著作物のより多くが世に出ていただろう。我々の何人かは、かなり熱心に枠から抜け出そうとしたが、多くは捕まって送り返された。枠を壊さずにその限界を超えることは、絶望した追いぼれ馬以外のすべての雑誌作家の夢だった。w h o 伝イーブリンウォー イアン・フレミングといった評論家や作家はチャンドラーの3文を高く評価している。ラジオ番組でチャンドラーと対談したフレミングはチャンドラーの会話文を褒めたたえている。素早い展開やハードボイルドなスタイルはダシール・ハメットに触発されたものだが彼の鋭い叙情的な直意はオリジナルである。チャンドラーの作品は探偵小説というジャンルを再定義し、 チャンドラスクという形容詞が生まれ、必然的にパロディやパスティーシュの的となった。探偵フィリップ・マーローはステレオタイプなタフガイではなく、複雑で、時にはセンチメンタルになり、友人は少なく、スペイン語を若干喋り、時折メキシコ人を称賛し、チスとクラシック音楽を好む。また、倫理的に問題があると思えば、クライアントの金を受け取らない。今日のチャンドラーの名声とは、 対照的に作家として活動していた当時は評論に傷つけられていた。セレクテッド・レターズ・オブ・レイモンド・チャンドラーに収録されている1942年3月のブランシュク・ノーフへの手紙で作風を変えようとすると批判されることに不満を漏らしている。最近でも彼の作品について批判的な評論が存在する。ワシントン・ポストのインタビューで 書評家のパトリック・アンダーソンは、プロットが、よく言っても3万円で、悪く言えば一貫性がないとし、黒人や、女性や同性愛者の登場人物の扱いがひどいと指摘した。それでもアンダーソンはチャンドラーを、おそらく主な犯罪小説作家の中で、最も叙情的と称賛している。チャンドラーの小説は、1930年代から40年代に、 かけてのロサンゼルスとその近郊な雰囲気をよく伝えている。ただし地名は変えてある。ベーシティはサンタモニカ、グレーレイクはシルバーレイク、アイドルバレーはサンフェルナンドバレーにそれぞれ対応する。チャンドラーはパルプ小説の批評家でもあった。エッセイ、簡単な殺人法は特に有名である。長編小説はプレイバックを除いて映画化されている。 最も有名なのはハワード・ホークス監督でハンフリー・ボガート主演の三つ数えろである。ウィリアム・ホークナーが脚本に参加している。チャンドラーの脚本や映画化された小説はフィルムのワールというジャンルのスタイルやテーマに少なからぬ影響を与えた。エリザベス・ホールディングは作品は多くないが堅実に書き続けている。 個性的なサスペンス作家のナンバーワンである。カイダ・ブルー・クロフッツは、細かい描写のナンバーワンであるドロシー・エル・セイヤーズは、ラテン語とギリシャ語の引用のナンバーワンである。フィリップ・マクドナルドはとっつきやすい魅力のナンバーワンで、ある、怖がらせる作家のナンバーワンはいないが、強いてあげるなら、ドロシー・ビー・ヒューズであるマーガレット・ミラーの目の壁に登場する MC が最も興味のある、人物である。 アシェンデンはかつて書かれたスパイ物語のどれよりもはるかに優れています。古典はどんな種類のものでも大きなカンバスより強く私に訴えます。メリメが書いたカルメン、エロディアス、単純な心、船長の人形、ポセイドンの戦利品、ボバリー夫人、ハトの翼、などなど。これらは全て完全です。長編も短編も強烈なものも静かなものも、 再び同じように見事になされることのない何かを成し遂げています。推理小説は事件発生の状況についても事件の解決についても信じるべき裏付けがなければならない。推理小説は殺人と捜査解決の方法が常識的でなければならない。人物、舞台、環境は現実的でなければならない。 推理小説は謎の要素から離れてもストーリーがしっかりしたものでなければならない。推理小説はその機会が来た時にたやすく説明できるようなわかりやすい構成を持っていなければならない。推理小説は論理的に頭が働く知的な読者を対象から覗かなければならない。謎が一旦解決されたなら当然そうなるべきであったと思われなければならない。推理小説は すべてのことを一度になそうと試みてはならない。推理小説は犯罪者を何らかの方法で罰しなければならない。推理小説は読者に対して論理的に正直でなければならない。チャンドラーはスラム街の天使のように書き、ブラインド越しのロサンゼルスの眺めをロマンチックな存在に変貌させた。ロス・マクドナルド・レーモンド・チャンドラーはアメリカについて語る新たな方法を発明し、 それ以来我々にとってアメリカは全く違ったものとして映るようになった。ポール・オースターその3文はさりげない雄弁さの極みにあり、我ジョイス・キャロル・オーツ、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス・チャンドラーは私の好きな作家の一人だ。彼の本は数年ごとに読み返すに値する。その小説はアメリカの過去の完全なスナップショットであり、 今は亡きロマン主義の表現は昨日書かれたかのように新鮮だ。ジョナサン・レセム・チャンドラーは戦後の夢を発明したようである。タフで優しいヒーロー、危険なブロンド美女、雨で現れた、歩道、遠くの交通の鳴り声。チャンドラーは我々の時代のクラシックで寂しいロマンチックなアウトサイダーであり、彼がいなければアメリカ文学や英文学はもっと貧しいものだっただろう。 ピコアイや映画未製作他にオリジナル脚本のためのシノプシス。ありがとうございます。